本拠地の明大や幡山グランド明治大学、ピラニアン・ギアングスは、明治大学体育会に所属する男子、バスケットボールチームである。1925年総部、関東大学バスケットボール連盟所属。チームカラーは、シコン。1932年の米国遠征メンバーが、バスケットボール創始者のジェームズ・ネイ・スミス教授を、訪問1925年総部。 翌年間トーリーグ初参戦。1937年には全日本選手権に初出場。1960年全日本学生選手権初優勝。以降数多くの栄冠を手にする。インカレ優勝回数は日本体育大学、日本大学に次いで第3位となる9回を誇る。 1975年のオールジャパンでも優勝。現在のところ学生チーム最後の同大会優勝となっている。しかし、1980年代に入り黄金時代が終焉。その後2部と1部を往復3部も経験するなど低迷が続き、2000年以降は2部に定着していたが2009年2部で優勝1部に昇格を果たし2010年度。 2012年度インカレ3位の高成績を収めた、川内敏光佐藤信長、ありがとうございます。